ウォーレン軍裁判所は、地域司法の中心である。ボーリンググリーンは、アメリカ合衆国ケンタッキー州第四の都市であり、ウォーレン軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は58,067人であり、2000年より18%増加した。ボーリンググリーン都市圏の主要市であり、都市圏人口は2009年時点で12万595人で、 ある。ボーリンググリーンの町は、ロバート・ムーアとジョージ・ムーアが、ウォーレン軍に30ないし40エーカーの土地を寄付した、後の1798年に設立された。この土地は、公共建築物を建てるために、寄付されていた2エーカーの区画を囲んでいた。ボーリンググリーンは、南北戦争の間に、アメリカ連合国ケンタッキー州の暫定州都になった。2003年、 ボーリンググリーンと周辺の地域社会が都市圏に指定された。ボーリンググリーンにはゼネラルモーターズの組み立て工場があり、1981年以来、シボレーコルベットが組み立てられており、またキャデラック XLR は2009年春に製造中止になるまで組み立てられた。その他の重要な事業としては、フルート・オブ・ザ・ルーム、フーチェンス・インダストリーズ、 ホリーパフォーマンスプロダクツ及びキャンピングワールドがある。ケンタッキー州では3番目の規模となる公立大学西ケンタッキー大学は市内中央の丘の上にある。その運動競技部はヒルトッパーズと呼ばれている。現在ボーリンググリーンと呼ばれる地域に最初に入植したとされているヨーロッパ人はロバート・ムーアとその兄弟ジョージ・ムーアよびエリジャ・コビントン将軍だった。 ムーア兄弟は1794年頃にバージニア州から到着した。ウォーレン軍が創設された時からわずか2年後の1798年、ロバートムーアが公共建築物を建てる目的で2エーカーの土地を軍理事会に寄付した。その後間もなく、それを取り囲む土地をさらに30ないし40エーカー寄付した。 ボーリンググリーン州は1798年3月6日にケンタッキー州により正式に姿勢が敷かれた。ボーリンググリーンという名前の出所については歴史家たちの研究では一つの資料に返されていない。あるものは軍の最初の理事会で開拓者たちが新しい町の名前としてボーリンググリーンと呼ばれることを決めたと言っている。この名前は アメリカ独立戦争の時に愛国者たちがイギリス王女ージ三世の彫像を引き倒してその名を弾丸追い込むために用いた場所であるニューヨーク市のボーリンググリーン公園にちなんだものだった。またあるものはバージニア州から来た開拓者たちがバージニア州のボーリンググリーンにちなんで名付けたと言っている。さらに他のものはロバート・ムーアがその住居で ボールアレーゲームを続けており、客人がそれを、ボーリング・オン・ザ・グリーンと呼んだと言っている。初期の記録によれば、氏名の綴りは、ボロネー・グリーンや、ボーリング・グリーンともされていた。1810年時点では、人口わずかに154人だった。蒸気船による交易が発展し、バーレン側に近いこともあって、ボーリング・グリーンの重要性が増した。 バーレン川の高門やダムができて高校生が増した。1832年、この川から当時の郡庁まで最初の輸送用鉄路ができた。この鉄路を使ってラバが荷物や乗客を引いて行き来した。1830年代にボーリンググリーンの急速な都市化が進んだが、土地の生活ではまだ農業が重要な役割を占めていた。ボーリンググリーンを訪れた者が、 ベンジャミン・バンスという名の酒場経営者の自慢話を記している。その秋に長さが32インチもある株を見たし、重さ16ポンド半のビートを持っていると言った。ここのトウモロコシは成長が早いので、次に見た時には1フィートも伸びている。荒れ地に育つ小さなヒッコリーの枝は彼の足ぐらい太い根を持っている。百五十九年、ルイビル ナッシュビル鉄道が、ボーリンググリーンを通る鉄道を敷設し、南北の市場とを結んだ。ボーリンググリーン市は、南北戦争の時に中立を宣言した。しかし、その重要な位置と資源があるために、北軍も南軍も、市の支配を求めた。住民の大半は南軍 B 域だった。1861年9月18日、南軍が、 サイモン・ボリバー・バックナー将軍の指揮で、ボーリング・グリーン氏の占領に成功し、住民は喜んだ。丘の周りは、価値ある川と鉄道を使って、軍事行動が行えるように要塞化された。11月には、アメリカ連合国ケンタッキー州政府が、ボーリング・グリーンをその州都に選んだ。1862年2月14日。 テネシー川のヘンリー・トリデとカンバーランド川のドネルソン・トリデが北軍に占領されたという知らせが届くと南軍はボーリング・グリーンの占領を止めたその撤退時にバーレン川に架かる橋や鉄道駅など重要な建物を破壊したこの戦争の残り期間市は何度も破壊や襲撃にあった1864年の夏には 北軍のスティーブン・ジーバー・ブリッジ将軍が反逆の疑いで市内外の22人を逮捕した。戦争中のこの事件や連邦政府当局による厳しい取り扱いによって住人は北軍に対して敵意を持ち南軍に同情する様になった。南北戦争が終わった後、ボーリンググリーンの事業地区は著しく成長した。それ以前は 市の経済を農業が支配していた。1870年代には京市内にある歴史的事業用建造物の多くが建設された。この時代のボーリンググリーンで最も重要な事業の一つはキャリー・バーナム・テイラーの縫製業だった。1906年時点でテイラーは200人以上の女性を雇用していた。1868年、市は 最初の上水道を建設した。四代目の軍長者は1868年に完工した。それまで三代の長者はそれぞれ1798年、1805年及び1813年の完成だった。1889年にラバに引かせる路面馬車が出現した。1895年には最初の電車がこれに置き換わった。 1862年、シスターズ・オブ・チャリティ・オブ・ナザレンが、セント・コロンビア・アカデミーを設立し、1911年には、セント・ジョセフ・スクールに受け継がれた。1884年に、1875年設立の、サザン市販学校がグラス号から、ボーリング・グリーンに移転された。プレザント・ J ポッターが1889年に、女子のカレッジを設立した。 これは1909年に閉校となり、その資産は、西ケンタッキー州立市販学校に売却された。その他この時代の重要な学校としては、メソジスト・オーレン・カレッジ、オグデン・カレッジ、及び寄宿制のグリーン川女子カレッジがあった。1906年、サザン市販学校の学長で所有者、ヘンリー・ハーディン・チェリーが、ウェスタン州立市販学校の母体として、 自分の学校を州に寄付した。この学校は、州内の高まる教育需要に応えるために教師を育てた。この施設は、現在西ケンタッキー大学と呼ばれ、ケンタッキー州では2番目の規模の公立大学であり、最近ルイビル大学より大きくなった。1906年、リリアン H サウス、JN ・マコーマック、AT ・マコーマックの各博士が、 地域の住民と学生のために24時間医療と看護を行うセントジョセフ病院を開設した。1925年、ケンタッキー路面電車停車場が開設された。この駅には毎日27編成の列車が到着した。地方のバス路線も人気のある旅行形態になった。1950年代までに連邦政府の補助を受けたハイウェイの建設や、 自家用車が主要な交通手段になるにつれて、この二つの交通機関は劇的に衰退していった。1940年、ボーリンググリーンにユニオンアンダーウェアの工場が建設され、市の経済を著しく活性化させた。1960年代、ボーリンググリーン市の人口はアシューランド、パデューカ及びニューポートの各市を超えるようになった。 中心街の通りは交通渋滞が激しかった。1949年、アメリカ国道西31号線のバイパスができて、交通渋滞を緩和したが、中心街から事業を抜いていく効果もあった。このバイパスは、ボーリンググリーンの事業の中心に成長した。1954年の広告では、あなたの事業が、ボーリンググリーンの成長する方向に、 成長できる西31号線バイパスの方へと歌っていた。1960年代までに買い物の行く先は中心街広場から郊外のショッピングセンターに移っていた。1967年の5月から11月にボーリンググリーンモールの店舗が営業を始めた。別の広告ではワンストップショッピング。駐車台無料。車を降りたら店舗。 手近に何でも見つかります。と歌った。1979年9月から1980年9月の間にさらに大きなグリーンウッドモールの店舗がオープンした。地域は、週刊高速道路65号線の方向に広がり始めた。1960年代後半までに、ボーリンググリーン東部を走る、週刊高速道路65号線が観光した。 グリーンリバーパーク A が1970年代に完成し、ボーリンググリーンとオーエンズボロトを結んだ。これら幹線道路の開通によって、ボーリンググリーンに多くの製造業を引きつけることになった。1981年、ゼネラルモーターズがそのシボレーコルベットの組み立て工場をミズーリ州セントルイスからボーリンググリーンに移した。同年、 全国コルベットホームカミングの行事が始められ、コルベットのオーナーの大きな集会、車のパレード及びそれに関連する行事が毎年行われるようになった。1994年、全国コルベット博物館が、組み立て工場近くに建設された。1997年、ボーリンググリーン市は、全国アーバーデー基金によって、アメリカ合衆国の樹木の都市に指定された。 2002年、市は、中心街地区再活性化の方法を検討した。中心街再開発公社が作られて、開発計画を練った。その計画は、ウォーターフロントの資産や、歴史的中心街及び泉の広場周辺の、景観に及んだ。また、ボーリンググリーン地域商工会議所の、新ビル建設。中心街がバーレン川に接するところの、リバーウォーク公園の建設。 サーカス広場と呼ばれる新しい公共公園の創設、及び新しい小売店地域である泉の広場マーケットの設置も提案した。2009年春の時点で、新しい商工会議所、ビル、リバーウォーク公園及びサーカス広場が完成した。2009年10月には、芸術と教育の施設である、南ケンタッキー芸能センターが開館した。 泉の広場マーケットの用地開発はまだ行われていない。ボーリンググリーンは北緯36度58分54秒整形86度26分40秒、北緯36.98167度整形86.44444度、36.98167-86.44444に位置する。ボーリンググリーン地域空港のある場所で、 標高547フィートとなっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は35.6平方マイル、このうち陸地は35.4平方マイル、水面は0.2平方マイルで、水域率は0.45%である。ボーリンググリーンは、温暖湿潤気候に属する以下は2007年の人口統計データである。 ボーリンググリーンはより知識に基づき技術に裏付けられた経済に移行しつつある。公立大学と高科カレッジが各一校あり、ケンタッキー州南中部で教育の中心となっている。さらに先端的医療や商業の中心として不可欠な位置づけになっている。ゼネラルモーターズ組み立て工場ホーリーパフォーマンスプロダクツ。 フーチェンスインダストリーズ、SCA、キャンピングワールド及びその他主要な製造業が、ボーリンググリーンを本拠にしている。マグナインターナショナルの事業部である、ボーリンググリーンメタルフォーミングや、世界的会社に拡張するためにボーリンググリーンを選んだ、ハルトンカンパニーなど、新しい企業もできている。コモンウェルスヘルスコーポレーション、西ケンタッキー大学及び、 ウォーレン軍教育委員会が、ボーリンググリーンと周辺部では、最大級の雇用種である。その他には、ゼネラルモーターズコルベット工場、フルート・オブ・ザ・ルーム、イーグル・インダストリーズ、インターナショナル・ペーパー、キャンピング・ワールド、トレース・ダイ・キャスト、ボーリング・グリーン・メタル・フォーミングおよびフーチェンス、インダストリーズが続いている。オンラインショッピング分野で、第3位のショップ NBC は、 商品保管受注センターを構えている。ショップ NBC は最近顧客サービスコールセンターの機能の大半もボーリンググリーンに移した。ショップ NBC はミネソタ州エデンプレーリーに本社があるバリュービジョンメディアが所有しており、その運営の大きな部分がボーリンググリーンにあるので地域経済に大変重要なものとなっている。エリザベスタウンや 応援ズボロの都市圏と比較して、ボーリンググリーンは、不況後の雇用増が大きかった。2001年11月から2006年4月の間に、雇用数は13%増えた。2005年4月以降、製造業では5%、専門職と事業分野で5%及び、レジャーと接客分野で6%雇用数が増えている。ボーリンググリーンにおける、 高収入と雇用増が事業を行うための低コストと組み合わされ、2009年のフォーブスマガジンが発表した事業をやるための最良の小さな場所リストに挙げられた。国内179の都市が評価され、ボーリンググリーンは事業をやるためには19位と位置づけられた。これはエリザベスタウンやオーエンズボロを上回るものだった。このリストでは、 生活費の低さで34位、雇用成長率の高さでは22位となっていた。2009年3月、ボーリンググリーン都市圏は、サイトセレクションマガジンによって、アメリカ合衆国の人口5万人から20万人までの地域社会では、経済成長率トップに位置づけられた。2008年にも同市によって、トップに位置づけられていた。西ケンタッキー大学の キャンパスボーリンググリーン都市圏には、高校が5校あり、2010年秋にはさらに1校が、開校する予定である。中学校は4校あり、2010年秋にはさらに1校が、開校する予定である。小学校は18校ある。宗教系私立校は6校ある。ウォーレン軍公共図書館は4つの高級的支所がある。1956年に開館した本館は、 中心街にある。スミスグローブ支所は、最初の支所であり、近くのスミスグローブにある。グラハムドライブコミュニティ支所は、ボーリンググリーン住宅局の住宅地区にある、地区支所である。2007年後半に開館し、以前シュガーメープル広場ショッピングセンターにあったものに、置き換わった。最新の支所は2008年春に開館した、ボブカービー支所であり、グリーンウッド高校と、 週刊高速道路65号線に近い。移動図書館は、長さ40フィートのバスであり、6000冊の蔵書を載せて、ボーリンググリーンとウォーレン群を巡回している。2001年に開館した、鉄道駅支所は改装された、ルイビルナッシュビル鉄道駅にあり、通常の蔵書の他に、技術や用事向け蔵書を収めていたが、2007年、後半に閉館した。 2007年7月27日、ウォーレン軍予算委員会は、公共図書館に資するために、軍全体に広がる課税地区を設けることを決議した。元は、ボーリンググリーン公共図書館と呼ばれていた。この図書館は2008年7月1日から、ウォーレン軍公共図書館になった。ボーリンググリーンの公園及びレクリエーション部は、総面積895エーカーのレクリエーション用。 こういう地を管理している。コミュニティセンター公園スイミングセンター西ケンタッキー大学キャンパスにある EA デドルアリーナは観客席数7500の多目的競技場である。1963年に建設され2004年に改装された。バスケットボールやバレーボールなどカレッジスポーツの試合を開催している。また巡回ロデオや サーカスも興行される。2006年、10年ぶりにワールドレスリング、エンタテインメントの興行があった。西ケンタッキー大学アメリカンフットボールのヒルトッパーズは2002年にディビジョン 1AA のチャンピオンになった。ボーリンググリーンは高校スポーツの盛んなところとして知られてきた。ごく最近では、ボーリンググリーン高校のアメリカンフットボールチーム、 パープルズが2007年クラス r ア a ア州内選手権に進出し、2006年と2005年はクラストリプル a 州内選手権に進出した。グリーンウッド・ケーターズのソフトボールチームは2007年と2008年の州内選手権で優勝した。ウォーレン・セントラル・ドラゴンズの男子バスケットボールチームは2004年の州内選手権で優勝した。 ボーリンググリーンジュニアハイスクールは2008年と2009年のキムサ州内選手権で優勝し、2年間負けなしなので、対戦成績は26連勝となっている。インライン、ローラーホッケーも盛んである。ウォーレン軍インラインホッケーリーグを開催している。ムクラで競う西ケンタッキー大学のヒルトッパーズがあり、ブルーグラスホッケーリーグとセントラルコモンウェルスリーグの会員でもある。 ボーリンググリーンボールパークは最近使われるようになった新しい競技場である。主に野球に使われシングル A のミッドウェストリーグに属するボーリンググリーンホットロッズが使っている。ホットロッズは2009年にサウスアトランティックリーグで試合を始め2010年にミッドウェストリーグに移った。アメリカンバスケットボールアソシエーションのケンタッキー、バイソンズは ボーリンググリーンを本拠地にしているが、試合は応援ズボロで行っている。バイソンズは2008年、ABA 選手権に優勝した。ゴルフコースボーリンググリーンには、ゴルフコース7カ所、ディスクゴルフコース8カ所がある。デジタルテレビは12曲ある。ラジオは AM が3曲、FM が11曲ある。これらのメディアに加えて、ボーリンググリーンは1年中音楽ビデオや映画と、 テレビのショーに使われている。映画、ハロウィンや、ザ・フォッグに使われた場所や通りは、地元住民には、お馴染みの場所である。ボーリンググリーンで育ったジョンカー・ペンター監督はその映画の中にボーリンググリーンを、たびたび登場させている。映画、ハロウィンのパロディである、ハウンティード・ドウインは、ボーリンググリーンで撮影された。約55マイル北のテネシー州ナッシュビルと共に、 ボーリンググリーンはメディアに登場することの多い場所である。ボーリンググリーン市は2つの都市と姉妹都市を結んでいる。オハイオ州とフロリダ州の各ボーリンググリーン市はこのケンタッキー州ボーリンググリーン市にちなんで名付けられた。ボーリンググリーンでそう得た歌が多くあり、特に1967年のエバリーブラザースによるボーリンググリーンが有名である。 この歌は1997年に猫ケースによってカバーされた。ありがとうございます。